はい、こんにちは。今回からですね、アップグレード動画シリーズっていうのを、少しずつ出していこうと思います。過去にアップロードしていて画質やですね、音声の状態があまり良くないものをですね、ちょっと補正して解説というかですね、補足のナレーションをつけたものをですね、上げておこうと思います。過去の本当にこう画質悪いもので、それでも役に立ったといろんな方にメールやコメントをいただきました。それをですね、少しは良くして、残しておこうかなと思います。で、今回は2016年の11月24日、実はこの日がですね、私が溜め込んだ動画を一気に30本40本ぐらいかなアップしたんですね。それによってこう皆さんとつながることができたわけですが、その最初期のものの中の1本ですね。で、電気炉の話をしています。電気炉の仕組みの話をしていますが、やっぱり今聞いたらちょっと説明も荒いし、言い方変えた方がいいなという部分もあるんですが、そこはそのままご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは。今日はですね、電気炉の仕組みという話をしたいと思います。皆さんの、生活の中で、いわゆる陶芸の電気炉に非常に近いものが一つあります。ちょっとこれ書いてみますね。はい、実はオーブントースターなんですね。で、オーブントースターっていうのはもちろんね、皆さんご存知のようにパンを入れて蓋をして、こうタイマー回すとパンが焼ける頃にチーンといって、こう電源が落ちるという仕組みになってますよね。で、あれもこのままその電気炉の仕組みと同じです。電気で何かを加熱するという時ですね、ああいうふうにこう、あれはニクロム線なんですけど、ニクロム線に電気が通ってその発熱してっていう形を取ることが多いわけです。でですね、どうしてニクロム線がああやって赤くなるかっていうと、電気が通りにくいからなんですね。で、電気が通らない、その抵抗が強い金属というのは、その通らないなってこうズリ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 こう電気が行くときに、そのズリズリとか分かりませんけど、その熱を持ってしまうわけですよね。で、その、どれぐらい熱を持つか、それでどれぐらいの、温度にその金属が耐えるのかで、使われる場所が変わってきます。で、ニクロム線っていうのはですね、これちょっと僕もただ本で読んだだけで偉そうに言えないんですけど、ニッケルとクロムが入ってる金属だそうです。それを略してニクロム線というそうです。で、ニクロム線自体はですね、確か900度ちょっとぐらいまでしか使えないそうです。で、私自分でですね、それ絵の具屋さんで働いてる時に、絵の具屋さんのその上絵付けのテストのために、絵の具屋さんが作った非常に小さいそのニクロム線のテスト用の釜があったんですよ。わ、これすごい面白いと思って、それで自分も作ったんですよね。で、今度それを作った時に、それどういうやつかっていうとですね、ただ、こういう四角いところにニクロム線をこう這わせて、これレンガですね。こうレンガがあって、こう外にこう出してですね。で、ここをちょっと大きなボルトで、ここで熱が止まるようにですね。で、これをただコンセントにつないで、同じようにこうレンガで蓋できるっていう状態にしたものです。板状のテストピースを、もう本当真ん中にポンと置いて、こう、コンセントに入れて、スイッチがありますね。スイッチがあったんでガチャって入れて、10分ぐらいか、みたいな感じで、こうやって、溶けてるな、いい色だな、みたいなことでやってたわけです。それは絵の具屋さんがですね、上絵付けの、その上絵の絵の具の色の調合をやることがあったので、そういうのを使ってたみたいです。で、私がこれをね、見てきたっつって、友達のアトリエで作ろうとか言って作り出した時にですね、その友達は、その900度ぐらいまでしか上がんないんじゃ意味ないよな、みたいなことで、そのニクロム線をですね、その彼は5本ぐらい買ってですね、レンガももっとこう、いいレンガを使って、結構大きいのを作るとか言って作ったんですよ。で、それをこれいいぞって言ってこうやってたらですね、やっぱり、
一回1200度ぐらい上げたらですね、もうその一回でそのニクロム線全部ボロボロになっちゃったってことがありまして、あ、これ本当にニクロム線ってもう900度ぐらいで限界なんだなってのは分かったんですけど、まあ、それはちょっとまあ、どうでもいい話ですけど、まあ、それがその電気で物を加熱するときの基本的な仕組みです。で、まあ、当然そのニクロム線じゃなくてですね、その今はそのパイロマックスとかを使ってるわけで、それは国内の、そのメーカーが作ってる製品になってます。で、まあ、そのさっきのこのオーブントースターですね、そのニクロム線がこうあって、まあ、こう来てこうなって、でここでこのタイマーですね、これがこうくるっと回って目を止めるわけで、ここコンセントがある。もうこれが、これですね、ただ単にレンガで囲って、これをパイロマックスに変えて、あ、もちろんその容量計算とかね、その複雑なことはあるんですけど、で、ここをその、いわゆるその、マイコンの制御装置に変えれば、もうこれイコール電気釜になるわけです。で、こういうふうに取られるとですね、あ、なるほどって理解しやすいですよね。で、逆にですね、これはもうどの釜でもそうなんですけど、仕組みはシンプルなんですよ。だから、その手を抜けるとこがあるようでない。だから、その電気炉の場合は、もうこの当然そのボディの方も大事なんですけど、このヒーター線の材質ですね。これがもうほぼその性能を占めていると言えます。で、それからその大事なこの制御の部分ですけど、今はですね、全部ほとんどマイコンっていうか、そのプログラム制御ですね。そのボタンを、さい、あの、プログラムを最初入力して、で、まあ、ボタン、スイッチオンってやれば、その調整のプログラムが終わるまで、もうずっと勝手に動いてくれます。で、まあ、中にメーカーさんがですね、この制御の部分を、また自社でこの電気屋さんとか、まあ、と一緒にこう開発してですね、まあ、特許とか取っちゃって、うちのはちょっとすごいよみたいな、こう、上だったらここを押したらもう上になるし、素焼きだったらここを押したら素焼きですみたいなことをしてあるとこあるんですけど、まあ、それ僕すごいことだと思うんですよ。やっぱりそれによってこうなんですかね、間口を広げるっていうのはあると思うんですけど、ある程度こう理解された方にとってはですね、まあ、ちょっと逆にその特許使用料とかで、価格が上がってしまうんだったら、もうシンプルなものの方がいいなって私個人は考えます。で、私自身がその取り扱ってるですね、電気炉の方は、2パターンの8ステップっていう制御装置、これ汎用品です。汎用品っていうのは、その別に特許と自分たちで作ったとかじゃなくて、まあ、そういう計器を、まあ、開発してる会社が普通にこう売ってる、まあ、ものを使ってるわけなんですよね。で、2パターン8ステップとか、そういう言葉の意味なんですけど、まあ、こうちょっとグラフを書きますよね。で、最初、調整始まりまして、まあ、例えば素焼きの場合は、ここ800度としますよね。で、800度に、8時間でたどり着いたら OK とします。これをですね、これ1ステップですね。はい。つまり、1つの温度、1つのその時間。で、次、本焼きだったら、これが、例えば、1200、例えば30としますよね。で、ここまで、ここから、例えば、まあ、いいや、同じように8時間としましょう。で、そしたら、これは1ステップ、2ステップですね。だから、意外とあれでしょ？複雑なことやらなければ、8ステップ使うってなかなかないと思うんですよ。で、実際私の 100V の電気炉が、あるんですけど、それも同じ制御がついてて、2パターン8ステップ。2パターンっていうのは、この1つの調整を1パターンとして、まあ、わかりやすく言うと、素焼きと本焼きを2つ記憶させておくことができるということです。で、例えばその素焼きもですね、ちょっと今回長めにとかいう場合は、別にその時こう入力を変えるだけでいいので、
本当はですね、2パターンじゃなくて1パターンでもいいんですよ。でも、まあ、そういう汎用品の機械がそういうふうになってるので、まあ、2パターン8ステップということです。で、8ステップの方はさっき言いかけましたけど、私が購入してですね、8ステップ全部入力したことは、実は1回もありません。まあ、そうですね、せいぜい5ステップ、5ぐらいかな。うん、それぐらいです。まあ、ここちょっとこまめにこうやって、最後キープとかそういうので、5ぐらい、まあ4ぐらいですかね。4ぐらいがもう、で、ほぼそれで収まってますね。はい。まあだから別にそれがいらないとかじゃなくて、まあそんなのもいくらでも入力できますので、そうですね、ある程度勉強されててですね、もうこういう仕組みが分かっている方は、別にこう、特許取ったボタンのやつとかじゃなくてもまあいいのかなと思います。で、これまたちょっとですね、ちょっと古い窯の話で、まあ、今の、こう、あれに、メーカーに影響はないと思うんですけど、以前ですね、あるところで、まあ、よそのメーカーのものを修理してほしいということで、修理したことがあるんですよね。で、それ修理して、どうですかっていうふうに言ったら、やたら外るんですけど、っていうことを言われて、いや、それはちょっと僕の工事とはあんま関係ないなと思ったんですけど、まあ、よくよく話を聞いてみるとですね、まあ、制御のボタンで、こう、素焼きのボタンっていうのがあって、それを押してやってあったみたいなんですけど、それがですね、5時間で700度っていう、ちょっとね、焼き物を勉強してるね、皆さんとか、私からするとちょっと無理のある、パターンになってたんですよね。で、それはちょっともう使うのやめましょうっつって、逆にもう8時間、800度で行きましょうよっていうことでやったら何も割れなくなりましたということがありました。ですからそういうケーキ類を設計できる人が焼き物を理解してるかっていうと、まあ、ちょっとそこはね、昔はそれなかなか噛み合わないところがあったんですけど、まあ、今は自分でこうやって入力できますので、そんなにこう複雑なものを使わなくてもですね、その分のお金を本体とヒーター線の方にかけた方が私はいいんじゃないかと思っています。まあこうやってね、いろんな窯の仕組みもこれから説明していきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。若干髪の毛多いような気がしましたけど、まあ本当に窯のことに関してはですね、昔から言ってることはほとんど変わっていません。その伝え方がちょっと良くなったりとかですね、動画の編集方法が良くなったっていう程度であって、窯の仕組み自体、これはもうガス窯にしろ薪窯にしろ、まあ変わりがないわけですから、使用される方々がですね、それをよく認識して、行われたらいいと思います。特に電気炉はですね、100ボルトがいろんなメーカーが作り始めた時期が昔ありまして、その時に本当にいろんなところが参入してきました。この動画で説明したように、電気炉の仕組み自体は非常にシンプルですので、すぐできるように思ってしまうんでしょうね。でも実際はシンプルがゆえに、素材の選定であるとかですね、設計とかヒーター線をどのように配置するかっていうのが非常にこう難しい、高い技術と経験則が必要なことなんですよ。まあ、これは有名な話ですが、ね、某大手メーカーなんかは、まあ、台湾とか北米の方で作ったのを輸入して日本語のまあ制御装置をつけてたりすることもありますので、やはり電気炉専業でやっているとかですね、電気炉に強い、そういうところから購入していくのがいいんじゃないかなと思います。プロが使っていないメーカーとかですね、あるんですね、実際問題、そういうことがありますので、そこら辺はまあ見極めて、正しく選ばれてください。このように、まあ今後もアップグレード講座、補足を入れながら続けていきたいと思います。どうもありがとうございました。